はい、アバン企画開発マイチャンネルです。今回は日吉本町駅からアーヌ・エヌへ、日吉本町周辺をご紹介いたします。では改札出まして、まっすぐ進んでいきます。で改札口はあちら一つになりまして、出口を出て正面にファミリーマートがありますので、そちらの方面に進んでいきます。隣には歯医者さんもあって、左手にはセブンイレブンもあります。駅前は本当静かで何もないですね。まあコンビニさえあればいっかって感じかな。でまっすぐ進んできますと信号があるんですけども、こちらの渡ったところにまたセブンイレブンがあって、その向かいにはOKストア、スーパーがあります。OKって私はあんまり利用したことないんですけど、みんな結構安いってね言いますよ、ね。OKストアを越えてきますと、正面に日吉湯スーパー銭湯があります。その手前に何？なんか小料理屋さんみたいなのもある。あ、あそこだ。温泉とかサウナが。あるんですね。へえ。なんかこんな駅近くにひょこっと温泉があるなんて。北地美院工科があって、米病院だ、日吉院内科ですね。北綱島小学校入り口の交差点までひたすらまっすぐ歩いてきました。こちらの交差点渡って右手に進んでいくんですが、あそこに吉兆庵和菓子屋さんがあります。正面行くとヒットケアデポ薬局もありますね。信号を渡って右手に進みます。まっすぐ進んで大通り沿いからこちら左手側の方の道に入っていきます。この辺はもう住宅地だね。なんもない、家しかない。とこちら1個目を左に曲がります。動物病院があるところですね。動物病院の横を通り過ぎて、あそこのベルデ綱島という物件も弊社で取り扱っているシャーメゾン物件です。なんか目印が特にないんですけど、左手に入っていきます。ちょっとね、初めてだとやっぱ分かりづらいかもしれないね。こちらの右手の角にあるのがANA 日吉本町になります。はい、ANA 日吉本町は積水ハウスの、シャーメゾン物件です。閑静な住宅地にある、インターネット無料のアパートになってます。こちら和菓子屋さんの向かいには、お寿司屋さんと、隣に蕎麦屋さんもあります。で先ほどの、お寿司屋さんと蕎麦屋さんがあったところをまっすぐ来ますと、綱島郵便局があります。はい、以上日吉本町駅から ANA 日吉本町周辺をご紹介しました。駅周辺動画も公開してますので、そちらも合わせてご覧ください。お問い合わせはアーバン企画開発賃貸ショップまでお待ちしております。チャンネル登録、高評価もお願いします。